はい、どうも、パスタオです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね。今、ツイッターをいただきましたけどもね、こんなん何番でもいいですからね、もらっておきましょう。実はですね、ツイッターのアカウントを4月から持ってはいたんですけど、結構停止をしてたんですね。で、最近復活をしまして、いろいろくだらないことをつぶやいているので、ぜひお気軽にフォローいただいて、こっちの方でも絡んでいただけたら嬉しいです。すいません、ただの宣伝でした。はい、改めましてパスタオです。今回は再現性なし、ファイヤーで夢を叶えた元公務員の話というテーマでお話をします。以前にですね、こちらのファイヤーに向けてやるべきこと7選という動画を出したんですけど、このやるべきこと7選の中で特に大事なことっていうのを2つ挙げてまして、そのうちの1つがこのリタイア後にやりたいことを探すというものだったんですね。で、これなんでかっていうと、ファイヤーはあくまで手段であって、リタイア後に時間をかけてやりたいことがあるから、ファイヤーをするっていう風にしないと、リタイアした後に暇を持て余して孤独感に悩んでしまったり、ファイヤーしたけど毎日やることがなくてつまんないみたいな、そういう状況になってしまう恐れがあるからということですね。で、今回のお話は、このリタイア後のやりたいこと探しっていうところについて、その重要性が改めてわかるような内容になってると思うので、ちょっと今までの実例紹介とはテイストが違うんですけど、最後まで楽しんで聞いていただけたらと思います。今回の動画の内容です。この流れで説明をしていきます。まず今回の動画の注意点について説明をして、あと今回ご紹介する岩木さんという方についてご説明をして、最後にこの話から私たちが学べることについてお話をします。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ちなみにこのチャンネルでは、ファイヤーを目指す家族がその過程を発信しています。目標は2030年までに1億円の資産を作ってリタイアをすることです。我が家の概要はこんな感じになっているので、またご覧いただけたら嬉しいです。では早速始めます。まずですね、今回の動画の注意点について説明しようと思います。で、注意点としては、今回の話は全く再現性はないっていう話ですね。ちょっとこれ聞いて、あ、もう見るのやめようっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、話としてめちゃくちゃ面白い話ではあると思うので、ちょっとお付き合いいただけたらと思います。それで今回の話はこちらの記事を参考にしておりまして、その記事っていうのが、ある卓球ストーカーの全日本、弁護士への道も公務員の職も捨ててという、こちらの伊藤翔太さんという方が書いた記事ですね。で、すごくざっくりした概要なんですけど、どんな話かっていうと、全く卓球の才能のない人間がとんでもない努力をして35歳にして初めて卓球の全日本選手権に出場したという話です。で、これだけ聞くと、なんだ卓球の話かみたいな感じだと思うんですけど、その過程っていうのがすごく破天荒すぎて面白いですし、あと私たちが目指すそのファイヤーっていうところにも通ずる部分があると思うので、勉強になるなと思って今回ご紹介させていただいてます。ちなみにですね、このストーリーがあまりに面白くてですね、この2チャンネルの創設者としても有名なひろゆきさんもツイッターでこのように絶賛をしているんですね。で、本当にですね、読み物としてめちゃくちゃ面白いので、概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひ読んでみることをお勧めします。ここからは今回ご紹介する岩木さんという方についてお説明をします。で、お名前は岩木忠さんという方で、年齢は35歳ですね。出身は大阪の堺市で、趣味は卓球ですね。で、経歴はこんな感じになってまして、中学高校と奈良学園という進学校に進まれまして、で、一浪して、で、神戸大学の法学部に入られてます。で、卒業後に弁護士を目指して勉強するんですけど、卓球のやりすぎで司法試験に落ち続けるんですね。で、その後市役所に就職するんですけど、働きながらだと練習時間が取れなくて全日本選手権に出れないっていう風に思って、そこを2年で退職するんですね。で、今は投資などで生計を立てつつ卓球三昧の生活を送ってるっていうことでした。で、その結果今年35歳で初めて卓球の全日本選手権に出場されたっていうところですね。ざっと紹介しただけでもなんかヤバそうな人だなっていうのがすごい伝わってきますよね。ちなみになんですけど、この卓球の全日本選手権って何かっていうと、卓球の日本のトップを決める大会なんですね。出場選手としては有名なところでいくと、男子では張本選手であったり、あと女子では伊藤美誠選手であったり、本当にそういう日本のトップが出てきて、その年の一番を決める日本の卓球界で本当に一番大きい大会なんですね。でですね、この一般男子シングルスの枠っていうのがこの248人になってるんですけど、で、この47都道府県で出場枠っていうのもすごく限られてますし、卓球っていう競技全体がこう低年齢化が進んでいて、小学校とか中学校とか若い子たちもめちゃくちゃ強くなってるんですね。なので、この全日本選手権に出ることって全ての卓球選手の夢みたいなところではあるんですけど、こう現役を退いて仕事をしたりしている社会人が出ることっていうのはめちゃくちゃ困難なんですね。そんな大会に岩木さんは35歳っていう年齢で初出場を決めるっていうところで、卓球界で見てもめちゃくちゃ珍しいですし、そんなあり得るのかっていうふうに思いました。で、この全日本選手権に出るまでのストーリーがすごく面白いので、ちょっと次から細かく説明していきます。まず岩木さんの生い立ちなんですけど、岩木さんはかなり厳格な家庭に生まれてたっぽいんですね。父親は京都大学卒の弁護士で、弁護士事務所をやられているみたいで、
将来は息子も弁護士にしてその事務所を継がせようというふうに思ってたみたいです。でそれもあってですね、めちゃくちゃ英才教育を受けてまして、こうエリートの象徴、小学校受験もされてるんですね。大阪教育大学附属天王寺小学校っていうところを受験されたみたいです。でですね、7倍の倍率を突破して試験とかを受かったみたいなんですけど、こう試験を通った120人が集められて、そのうち10人がじゃんけんで負けたやつが落ちるっていうのがあって、で岩木さん負けてしまったらしくてですね、その理不尽な理由で落とされてしまったみたいなんですね。でその結果、普通の公立の小学校に入学をしたということでした。なんかこの理不尽な理由で落とされるっていうところがすでになんか面白いですよね。で中学からはですね、この中高一貫の進学校の奈良学園というところに進学をするみたいなんですね。結構さらっとこうやって中学校受験とかも通ってしまってるのがさすがだなっていう感じがしますね。でここまでは順調にエリートコースを歩んでいた感じらしいです。でですね、進学校に入れたところまでは計算通りっていう感じだったんですけど、この父親のですね、唯一の失敗っていうのが書かれていて、それが息子に卓球を与えてしまったことだっていうふうに書かれたんですね。この岩木さんですね、この小学校5年生の時に陸上クラブに入らずに卓球クラブに入ったらしいんですね。でですね、その卓球クラブで友達に勝ちたいっていうモチベーションで、父親に友達に勝ちたいんだよっていうふうに言ったら、父親がよし分かったって言って卓球台を家に購入してくれたらしいんですね。父親は卓球未経験だったらしいんですけど、父親と一緒に練習をしまして、で練習した結果卓球クラブで1番になることができたってところなんですね。なんかこの辺までは結構微笑ましくていい感じですよね。ただですね、計算外だったのが、ここでかなり卓球に興味を持ってしまって、こう中学校から奈良学園に進学した後に勉強そっちのけで卓球に全力投球をしてしまうようになったってことなんですね。で特にですね、この高校時代がやばかったって言ってて、夜中の23時まで練習をして、で1時に帰ってきて、で翌朝5時半に起きて学校に行くみたいな生活だったらしくてですね、ほぼ卓球漬けみたいな生活を送ってたみたいですね。なので体育の時間以外はほぼ寝てるみたいな、そういう学生生活だったみたいです。でそんな生活を送ってたらですね、やっぱり学業の成績の方はどんどん落ちていったらしくてですね、入学時は上から3番目の成績だったんですけど、卒業時は下から3番目の成績になってたということでした。これも振り切ってて面白いですよね。でそんな練習漬けだった卓球の成績はどうだったのかっていうと、最高で奈良県でベスト8に入ったらしいですね。で県ベスト8っていうと普通にすごいなっていう感じなんですけど、こんだけめちゃくちゃ練習していてこれかみたいな感覚はあったみたいです。なんかこの辺はちょっと悲しいですよね。そんな感じで卓球にめちゃくちゃ打ち込んでいて勉強をほとんどしていなかったので、やっぱり希望の大学に落ちてしまったらしいですね。なのでしぶしぶ浪人をして大学受験に本気で取り組むようになったみたいです。でこの時ですね、父親としても、あーやっと目を覚ましてくれた、これでおとなしく弁護士の道に行ってくれるだろうみたいな感じに思ったみたいなんですけど、そう甘くはなかったらしいですね。で1年間の猛勉強の結果ですね、岩木さんは神戸大学の法学部へ進学をするんですけど、そこを選んだ理由っていうのが、自分がレギュラーが取れそうな大学で思いっきり卓球をしたいっていう、思いっきり卓球軸で選んでたみたいなんですね。本当に父親としては全く想定外の理由ですよね。それで入学後は岩木さんはその目的通り毎日練習に明け暮れるんですね。で記事の中に書いてあってびっくりしたのが、この練習場に朝8時半から行って、夜22時半までずっと居座ってたみたいです。でですね、岩木さん以外の部員はこう自分の都合のいい時間に練習に来るので、そうやって代わる代わる来る部員を捕まえて練習相手にしてたみたいなんですね。でそんな感じでいつ行っても岩木さんがいるので、当時部員からは岩木さんって練習場に住んでるんじゃないのっていう風に疑われてたってことなんですね。なんかこのエピソードもぶっ飛んでて面白いなっていう風に思いました。でそんな感じでですね、卓球に明け暮れた結果、さらっと書いてあったんですけど、5年かけて大学を卒業されたらしいんですね。一回留年してるっていうことですよね。で卒業してから司法試験に向けて勉強したということでした。ただですね、これも勉強はしてたんだと思うんですけど、変わらず卓球をめちゃくちゃやり続けていたので、司法試験にも落ち続けてしまったらしいんですね。やっぱり卓球の片手まで勉強して受かるほど司法試験って甘くないんだなっていう感じですよね。でそんな岩木さんに転機が訪れるんですけど、この27歳の時に当時付き合っていた彼女から、いい加減司法試験に受かるか就職しなければ別れるよみたいな感じで言われたらしくて、彼女から最後通告を受けたんですね。でこれはやばいと思った岩木さんは、しぶしぶ練習時間が取れそうな公務員になることを決意したみたいです。でですね、この公務員になることを決めるっていうのは弁護士を諦めるっていうことと同じ意味なので、この弁護士を諦めたっていう事実に今度は父親がブチ切れたみたいなんですね。父親もよくここまで待ってたなっていうふうにも思いました。でもなんだかんだ働き始めましたし、これで落ち着くかなっていうふうにも思ったら、全然そんなことなかったんですね。岩木さんは大和郡山市役所っていうところで2年ほど働いてたらしいんですけど、働いてる時に思ったのが、働きながらだと練習時間が取れなくて、このままだと全日本選手権に出れないなっていうふうに思ったみたいなんですね。でお金を稼ぎつつ練習時間を確保できる仕事っていうところで投資家になるっていうことをここで決意します。
でですね、この投資家になるって言って、それで生計を立てるって非常に簡単なことではないと思うんですけど、この記事の中では一文ですね、幸いなことに順調に利益を出せるようになり、昼間から練習ができるようになったっていう風に一文書かれてるんですね。これさらっととんでもないこと言ってるなっていう風に思いました。ただ仕事とかの労働以外の収入で生活費を稼いで好きなことに時間を使うっていうこの考え方はまさにファイヤーを体現しているなっていう風に思いました。で、岩城さんの今の野望も書かれてたんですけど、それが自分の卓球場を建てるっていうところですね。で、これなんでかっていうと、今はどこかの練習場に行って練習をしているので、当然閉館時間とかもあるんですけど、自分で卓球場を作ってしまえば、こう朝まで練習をしてても怒られないからっていうことですね。なんかこれもぶっ飛んでるんですけど、なんか岩城さんならやってしまいそうだなっていうふうにも思ってしまいますね。で、そんな練習漬けの日々を送った結果、35歳にして初めて全日本選手権への出場を決めたというところでした。以上が岩城さんの生い立ちについてですね。それで次に、この話から私たちが学べることについてなんですけど、今回の話って再現性はないものの、マインドの部分では非常に参考になるところがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、それが何かっていうと、人生をかけてやりたいことを見つけることの大切さっていうところですね。で、岩城さんの場合それが卓球だったっていう話なんですけど、岩城さんの人生って全てが卓球を軸に人生の選択をしてるなっていうふうに思ったんですね。全部の選択の背景にあるのが、卓球を練習する時間を得るためにはどうすればいいかっていうところが背景にあって、進学先も仕事も選んでるっていう感じがしました。で、そうやって考えた結果、それに適してる仕事が投資家だったっていう話ですね。で、言葉にはなかったですけど、まさに岩城さんってこのファイヤーを達成されてる方だというふうに思うんですね。ただ、今の仕事を辞めたいからファイヤーをするということではなくて、絶対に達成したい目標があって、やりたいことがあるから、その手段としてファイヤーをするっていう、そういう順番になってるなっていうふうに思いました。これまでの動画でも何度かお話には出したんですけど、ファイヤーはゴールではなくてあくまで手段なんだよっていうのを、この岩城さんの話を聞いているとすごく感じるなというふうに思いました。ただですね、この記事に対する SNS のコメントとかを見てたら、確かにすごいけどこんなに練習してこんな成績かみたいなふうにも書かれてたんですね。それを見た時に思ったのは、確かに卓球以外の勉強とか投資とかそういう他の面ではすごく成果を上げられているし、なんであえてセンスがないっていう風に分かってる卓球にこんなに打ち込むんだろうっていう風にも思うと思うんですけど、なんか個人的にはですね、こうやってたとえ才能がなくても自分でやりたいことを見つけてその夢に向かって打ち込んでいる人っていうのはめちゃくちゃかっこいいなっていう風に思ったんですね。で、岩城さんのすごいところって、卓球に明け暮れて受験に失敗しても1年の浪人期間一生懸命勉強して全国模試1位とかにもなったことがあるらしいんですけど、それぐらい努力をして大学にも受かってますし、彼女から司法試験に受かるか就職するかしないと別れるよって言われた後もすぐに公務員試験の勉強を頑張って公務員試験にも受かられてるんですね。で、就職した後時間がなくて投資で生計を立てたいっていう風に思った後も、おそらく投資をめちゃくちゃ勉強して投資で生活ができるレベルまでなられたんだと思います。で、そういう風な挫折の都度ですね、努力をして自分で道を切り開かれている方っていうのはすごくかっこいいですし、なんかこういう生き方って尊敬するし憧れるなっていう風に思いました。なので、こういう感じで人生をかけてやりたいことを見つけるっていうのはすごく強いモチベーションになるし、めっちゃ大事なことなんじゃないかなっていう風に思いましたね。以上がこの話から私たちが学べることについてです。まとめです。今回は再現性なし、ファイヤーで夢を叶えた元公務員の話というテーマでお話をしました。で、改めてになるんですが、今回の動画の注意点としては、これはかなり特殊な人の例で、再現性は全くない事例になるなっていうところですね。でも、この話からは、大事なのは、まず人生をかけてやりたいことっていうことを見つけることで、その手段としてファイヤーっていう概念があるんだよっていうところですね。で、何より、こうやって夢に向かって打ち込んでる人は非常にかっこいいなっていうふうに思いました。ちなみにですね、そんな岩城さんの全日本の結果なんですけど、実は1月14日に試合があったんですね。でですね、これも面白いなと思ったんですけど、1回戦が不戦勝で2回戦からだったんですが、その時の対戦相手が松島空選手で、結構見たことある人も多いと思うんですけど、天才少年としてメディアにも多数出演をしていて、将来の日本のエース候補と呼ばれている選手ですね。で、年齢が13歳でして、まさに卓球界のサラブレッドの13歳 VS 35歳の卓球気違いみたいなところの試合だったんですけど、結果としては0対3の完敗だったんですね。で、試合もちょっと見てたんですけど、やっぱり松島くんが非常に強かったなっていう風に思いました。岩城さんのプレーもですね、私実際に見たこともあるんですけど、かなり持ち味も出されていて、得点につながりそうなボールもいっぱいあったんですけど、それを全部松島空くんがそんなの関係ねえみたいな感じで普通に対応してたんですね。
本当に13歳とは思えないぐらいの完成度というか強さでしたね。でですね、この結果を受けて、またひろゆきさんがですね、こうやってツイッターでつぶやいてました。頭も良くて努力もできるけど、卓球の才能はないのに、ひたすら卓球に人生を費やして、ついに全日本選手権に出場した岩城選手、35歳。13歳の天才に負ける。岩城さんの人生面白すぎでしょう。こんな感じでつぶやいてたんですね。なんかひろゆきさんが岩城さんにドハマりしてるなっていうふうに思いました。で、試合後のインタビューの中で、岩城さんがですね、この松島選手は天才っていうふうに言われてますけど、自分以上に努力をしている選手だと思いますと。せっかく初めて出させていただいたので、来年以降は出場して1回勝つっていうところを目標にしてやっていきたいっていうふうにおっしゃってましたね。対戦相手への敬意もありつつ、新たな目標に向かって頑張ろうみたいな感じの気持ちも伝わってきて、すごくいい言葉だなっていうふうに思いました。今回お話ししたい内容は以上になります。今回は実践的なファイアの話とはちょっと違ってしまったんですけど、マインドの面で参考になるところがあるなって思って紹介させていただきました。何か一つでも学べるところがあったら幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録やいいね、コメントしていただけたら嬉しいです。冒頭でも言ったように、ツイッターも再開したので、こちらでもお気軽に絡んでいただけたら嬉しいです。あと、お問い合わせはこちらのメールアドレスか、ツイッターの DM でお願いいたします。今回もありがとうございました。